中谷康氏は三重県松阪市出身の画家。東京芸術大学教授。戦前、新聞店で特選。春陽会会員となる。絵本画家の岩崎千尋に油絵を指導したことでも知られる。本名は中谷大一。戦後は日本美術界の初期長を務めた美術評論家の水沢澄夫に誘われ、同会に入会。春陽会や 日本ワンデバンダン店、平和美術展にも作品を出品した。その後、日本美術界代表、東京芸術大学美術学部教授、財団法人、岩崎千尋記念事業団理事長、日本美術界附属美術研究所、民美所長を歴任した。戦前から、挿絵も手掛け、坪田常時の名作児童文学、前太と三平の挿絵を皮切りに、 戦後の NHK のラジオドラマ番組、光を掲げた人々を元にした、光を掲げた人々シリーズ全12巻の多くで、差し絵を担当。1950年代から1960年代初頭に、かけて、美術手帳、アトリエ、芸術新潮などに、油絵の手引きや、美術論などを寄稿した。国立近代美術館に、炭鉱、糖度、糖度が、 神奈川県立近代美術館に、実らぬ稲、両府が愛知県美術館に、石切山が三重県立美術館に、風景が炭鉱町などが岩き市立美術館に、な滑、陶器の町と滑などがな滑市に所蔵されている。日本共産党文化講演会代表委員を務めたことがある。ありがとうございます。